はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは圧倒的有利無限ソウルズ、はい、ということでね、これは PS3 で出たタイトルの HD 版ですね。ちょっとね、めんどくさいんで、これと続編の Z 一緒に紹介することにします。で、 Z に関して言うと、僕もね PS3 Z の方だけなぜか持ってて、当時ね、なんか圧倒的有利無限ソウルズっていうのと圧倒的有利無限ソウルズ Z のね違いがね、あとよく分かんなくて、なんだろうな、パープ版なのかなと思ったら続編なので別物なんですけど、一応ね、ちょっと一緒に紹介した方がね楽なんで、はい。ということで、ここね、まず圧倒的有利無限ソウルズ11月2日発売なんですけども、圧倒的有利無限ソウルズとはポップでキュートなキャラクターたちが圧倒的にはちゃめちゃな要素の数々で画面狭し人を暴れする新感覚 RPG。 圧倒的美少女絶対神シュシュとともに仲間を増やしながら七色に輝く世界七妖怪を完膚なきまで支配し尽くそうという内容でありました。はい。で、これストーリーが今のやつかな、ということでね、シュシュっていうのが主人公なわけですよ。で、あらすじ、七妖怪。七色に光り輝く七つの世界が存在する小さな宇宙。火に輝く日妖怪。第二の、灯る月妖怪。赤く燃える、火妖怪。水に、なんだ、これは。きらめくだっけ？きらめくかな？水妖怪。緑のはゆる木妖怪、これは愛にたたずむ金妖怪、紫に忍ぶ土妖怪っていうことで、まあ、何なんだろうね。普通にこう、グラデーション入れると、多分、色が多分緑と水って逆だよね。で、赤大体黄色、緑、水色ってこう、多分なってくと思うんだけど、単純に火曜日っていうところにね、赤とかこう木だから緑とかやったらこうちょっとこう入れ替えが発生したのかな。一つの世界は互いに干渉することなく、それぞれが独自の豊かな文化を築いている。そして今ここに世界のすべてが我がものに、世界のすべてを我がものにせんと立ち上がる少女が一人。この世界は全部私が全部もらっちゃうんだからという趣旨ですね。はい。ということで、キャラクター、はい。で、シュシュ、アルティス、リュート、まあ、いろいろこういうキャラクターがいますと。まあ、シュシュだけでも見とくか。まあ、見なくてもいいんだけどさ。この世界は私が全部もらっちゃうんだから、本作の主人公、全能の神である絶対神を自称する自信家でおてんばな 女の子。七妖怪がとても綺麗だったからという理由でその全てを自分のものにするための、世界征服に乗り出すということで、まあ、コンパイルハートさんですよって感じで。ノリがね。ネプチューヌに比べるとこっちは伸びなかったのは何なんですかね、わかんないけど。無限に遊べる圧倒的やり込み要素、好きなキャラで目指せ億超えダメージ。あ、ちょっとあれか、ディスガイアに対抗心があるのかな。無限ソウルズはやり込み要素も圧倒的。キャラのレベル、9999は当たり前。ステータスやスキルなんかもガンガン強化可能。
またアバターを組み替えてオリジナルキャラの作成も可能。あなただけの、最強キャラクターを作り上げよう。ということでキャラメイク、はい、キャラメイクがあって、衣装の着せ替え、はい、自分好みのキャラ大暴れ、はい、転職、はい、組み合わせは無限であなただけの職歴を作り上げよう、はい、で能力開発2体のキャラを用いて初期ステータスやレベルアップ時のステータスアップを率を上昇させることができると。まあなんか悪魔合体みたいなね。無限フィールド、連続で、戦闘を行っていき最奥の100回を目指すやり込み用の特殊フィールドです。踏破で莫大な経験値やお金が手に入りキャラクターを効率よく鍛えることができますということで、まあ、経験値稼ぎができるポイントがあるという感じですね。はい、ということで、あ、これはいいや、押しちゃったけど。で、製品情報なんですが、ここで一回ね、ここまでで、踏まえることが、斜めだけい書き下ろし 3D レンチキュラーカード。これはなんだ？パッケージ版、ダブルパック版で共通の絵柄、これが入ってくるのかな？パッケージ、あ、予約特典か。だからいいや。通常版はこのパッケージですね。はい。で、これがあるんですよ。ダブルパック。まあ、なので、ちょっと後で Z の方を一緒に紹介するんですけども。まあいいや。まずここでね、一回、スペック情報。圧倒的有利、無限ソウルズ、任天堂スイッチで圧倒的 RPG ジャンルね。発売日が2023年11月2日で、通常価格が、通常版が5280円となっています。で、セロディです。というところです。で、ここまでを全部踏まえて、今度が、圧倒的有利無限ソウルズ Z ですね。はい。まあ、絵柄的に同じかな。はい。で、じゃじゃん。圧倒的無限ソウルズ Z とは、ド派手なシステム、やり込み、すべてが非常識に進化した圧倒的 RPG の正統続編。これ続編なんですね。Z ってついてるから、なんか、パワーアップ版かなとか思ったりするけども、Z は続編です。主人公シルマと前作主人公シュシュを中心に、数多くの魅力的なキャラクターたちがドタバタ珍道中を繰り広げます。見た目の可愛さとは裏腹にがっつり遊べる骨太 RPG、 それが圧倒的有利無限ソウルズ Z ということだそうですが、ストーリー、まああんまりこれも深掘りしても意味ない気がするけど、まあ、ね、前回のやつも見たからね。12正解、なんだろうな、このなんか、数字が増えたぞ、みたいなね。はるか昔、究極神と呼ばれる神が作り出した12の星座をかたどった12の星が連なる世界。それぞれの星はやはり12の体に分かれた、究極神の一人一人が治めている。そんな12星界を、全銀河征服の第一歩として征服してしまおうと、前作の主人公シジュがやってくるところから物語が始まるけど違うのね、主人公はね。時を同じくしてかつて12星界を滅ぼさんとしたある者が長い眠りから目覚めようとしていた。そして究極神の一人であるシルマは他の究極神たちの力を集め再びそのある者を封印するための旅立ちを決意するが、旅立ちの第一歩でいきなり最強の絶対神シュシュと遭遇してしまいということですね。はい。まあ究極神なのか絶対神なのかよくわかんないけど、はい。で、キャラクター、これが今回の主人公シルマ。私もシュシュちゃんと同じで神様なの。その名も究極神ということで、シルマ。
今作の主人公、とても長い眠りから覚めたばかりで寝ぼけているのか、のんびりぼやーっとしている。お風呂に入って目がパッチリ覚めてからはほんの少しだけマシになる。昔の記憶がはほとんど失っているが、自分の名前と自分が究極神という神であることだけはなんとなく覚えている。寝ている間ベッド代わりにしていた大きな棺桶を常に持ち歩いているというよくわかんないキャラクターですね。で、シュシュは前作の主人公ね、はい、ということですね。はい、でシステム、非常識に進化したやり込み要素。あ、そっか、ここだけ見てたのかな。本作の最大ステータスは驚愕の9億9999万。やり込めばやり込むほど強くなれます。自由度の高いキャラメイクもさらにパワーアップ。あなただけの最強パーティーを作り上げましょう。これ同時に発売する意味あるのかな。なんだろう、こう両方遊ぶと大変そうだよね。能力開発とかね、はい、無限フィールド同じような作りになってると。そっか、ここら辺ちゃんと見てなかったな。まあまあいろいろありますよっていうことですね。非常識バトルで大暴れ、大迫力の G キャッスル戦もということで、まあ、バトルの作りね。で、追加コンテンツ、これ何って感じがするんですけど、圧倒的ボリュームオリジナル版の追加コンテンツを収録。あ、ここがポイントだね。ここがポイントでした。ちなみに無限ソウルズの方のシステムをちょっと見とこうか。見落としてたね。これここら辺ちゃんと見てなかったね。で、追加コンテンツ、はい、オリジナル版の追加コンテンツを収録、同じですね。やっぱ入ってました。ということなので、両方とも追加コンテンツ目当てで買うっていうのはありかもしれないですね。ということで、まあ、ここまで来て、まあね、情報をまとめてみたのはこういうことなんですよ。で、ググッと来て、パッケージ版5280円。で、このダブルパックね。2つ入ってる、サンホーゼボックスでカードが入っていて、ダブルパックで、ダブルパック特典としては、ダブルパック安いな、まあいいや、斜めだけ書き下ろしサンホーゼボックス、くるみサンホーゼ仕様のボックスに斜めだけによる書き下ろしイラストを全面に使用で、書き下ろし 3D レンチキュラーカード、予約特典と同一仕様のリアル 3D 加工を施したレンチキュラーカードです。サンフォーゼボックスに使用されているイラストをじっくり楽しめますということで、で、ポイントはここからなんですよ。価格です。これね、無限ソウルズ Z とも無限ソウルも、まあ、圧倒的 RPG とかのジャンルはどうでもいいんだけど、価格、通常版5280円税込みに対してダブルパックは7920円税込みなんですよ。で、セロディ15歳以上対象なので、通常版2個も買うとね、5280円の5280円だから1万560円になるわけですよね。2000ちょい安くなります、ダブルパックにすると。で、しかもおまけがついてる。なので、これはね、もう最初からこうね、2本まとめてプレイするぞって人は先に買っといた方がいいのか、あとで値崩れしちゃってそっちが安くなってるかわかんないけど、一応そういうリスクはあるけども、一応こうね、新品で、発売日に買うという意味では、一番安くなる方法はダブルパックということなんで、ここはね、よく覚えておくとよろしいかなというふうに思います。はい。で、まあ、追加コンテンツも入ってるから、当時、PS3 版で遊んでて、でも追加コンテンツ遊んでなかった人にとってもメリットがあると。まあそういう作品ですね。だからまあお得といえばお得なんだけど、ただまあ、無限ソウルズと Z2 本似たようなタイトルって言って変か。まあ続編のこの2本でボリュームを考えると、結構大変なことになるかなという気もします。はい。そんなとこですかね。はい。